はい、皆さんこんにちは。ロボット大好き、セイントセイヤも大好き、ジェイと申します。さあ、今回はこれですね。先週末は皆さん、このセイントクロスマイスユニコーンジャブリバイバル版で結構遊ばれたんじゃないでしょうか。僕も今日はこれでいきます。僕地方に住んでますんで、ちょっとワンテンポ遅れて手に入れたんですよね。もう早く欲しくって、僕のこのおもちゃに対するコスモも究極まで高まってましたね。じゃあ今中身出してますよ。楽しみだな。でこれ説明書ですね。じゃあいつも通り、まずはジャブの素体を取り出してみます。もう今日はテンション上がっちゃって、セイントセイヤの第6話を見ながらこれで遊ぼうかなと思ってます。第6話といえば、アンドロメダシュンとユニコーンジャブの戦いの回なんですけれども、ジャブは印象に残ってるシーンってあんまりないんですけれども、ただこのギャラクシアンウォーズのこの回については悪い意味で大活躍してますからね。ぜひ皆さんも一緒に遊びながら楽しみましょうと言いたいとこなんですけども、これ流しちゃうと著作権的にちょっと良くないと思いますので、代わりに今日は僕がジャブの活躍をお伝えしながら組み立てていきますので、皆さんもぜひお手持ちのユニコーンジャブを取り出して一緒に遊びましょう。素体を見てきますよ。今回リバイバル版ということで、前回はセカンド素体だったものがサード素体に変わってます。で、頭部も新規造形ですね。付属品はこちら、いつも通りの手首の予備パーツですね。これ開き手と、あといつもの握り拳、それと表情パーツ、今回これも新規で叫び顔と食いしばり顔ですね。それとマスク装着用の髪の毛パーツ、もちろんこれも新規造形ですけれども、だいぶ髪の毛の雰囲気が良くなってますよね。でこれも地味に新規造形、テコーアーマーです。左右2個ずつついてます。握り拳に取り付けますが、これ取り付けるとき上下この向きですね。はい、ではクロス装着いきますよ。アーマー並べておきましたが、いつものようにブリスターに入っているような位置でだいたい置いときました。それとあと、このオブジェのブリスターの中に入っているパーツも出しときましょうね。胸アーマーと、これ肩アーマーですね。あとサード素体に取り付けやすいように、クロスも一部裏側とか少しなんか修正がかかってますね。あと腰のアーマー類もここに置いておきますね。じゃあ早速装着していきますが、映像ではクロスの装着シーンも描かれてて、ユニコーンって言いながら叫びながら走ってましたね。そうするとこうやってクロスが出てきて、で派手にジャンプして装着していくんですけども、今日はですね、装着の順番ちょっといつもと変えていこうと思います。まずは準備から、手首と足首を取り外します。で今回は頭は外さないでもいけますね。で今回は第6話のシーンを再現したいので、足から装着でいきます。太もも取り付けて、膝アーマーを差し込んで、でスネのアーマーをつけた後に足首ですね。もう前回遊んだのが何しろゴッドクロスだったんで、もう今回はイージーすぎますね。もうアニメ見ながら組めます。膝のアーマー取り付けて、こっちもスネのアーマーと足首を差し込むと、これで足が OK ですね。でその後はガシャンガシャンって腰アーマー取り付けてましたね。なので僕も同じように。ちなみに腰アーマー、これ今回の新規造形パーツです。ベルトで留めて、でこれ前を差し込むんですが、これ結構今回いい感じの渋みになってるので、ポロリはなさそうですね。さあ次は腕アーマーを取り付けてましたので、僕も腕と手首を取り付けていきます、これガシャンってね。そしたら今度は上半身、腕を上げまして、で胸のアーマー、これ後ろから開きまして、でジャブに着せます。で閉じれば OK ですね。で次は肩アーマー。肩アーマーはここの穴にはめ込みます。ちょっと肩はポロリしやすいかな。そして前髪を外して、表情も外しまして、でこれ後ろも外しちゃいます。後ろ髪も専用パーツに交換して、で表情を元に戻しまして、で前髪パーツ、これも専用パーツ。この状態でヘルメットをかぶせます。でそのヘルメットのかぶせ方なんですけど、やろうと思えばこうやって普通に頭からかぶれるんですが、なんかちょっと塗装の剥がれとか擦れるのがちょっと気になるので、
まあ、これちょっと説明書には書いてなかったんですが、僕のはこうやってここが取れたので、まあ、これを片側外した状態で、まあ、これで、ジャブの頭にかぶせると、まあ、擦れたりする心配がないんですね。ちなみにこのヘルメットも今回のリバイバル版での新規造形部分ですね。はい、というわけでクロス装着完了です。ギャラクシアンウォーズ編における、まあ、2軍のブロンズセイントたちはどちらかというとセイヤたちの引き立て役で、いわゆるカマセイヌの役割だったと思うんですが、まあ、特にこのユニコーンジャブに関しては第6話と7話においてはアンドロメダシュンとフェニックス一騎もう2人にやられてますので、もうキングオブカマセイヌですね。まあ馬ですけどね。まあ、近くから見るとこんな感じで、まあ、前回はメタリック塗装だったのが今回のリバイバル版ではメッキになってるので、なんかアニメの雰囲気出てる感じですよね。じゃあちょっとポーズを撮らせてみようかな。これクロス装着した後にですね、まあ、こんなポーズ撮ってたんでちょっとやってみますけれども、ただどっちかというと僕はこの後ジャブに関してはやられシーンを撮りまくろうと思ってますので、お楽しみに。大変な人気だな、シュン。セイントなんかになるよりも役者にでもなった方が良かったんじゃねえのかって言ってます。じゃあここでちょっと表情パーツ交換してみましょうかね。ちょっと叫び顔にして、まあ、シュンの攻撃を受けたシーンを再現しよう。この戦いではネビュラチェーンの攻撃、まあ、大きいの3回ぐらい食らってて、序盤からもうクロスボロボロになってたんですよね。この回のネビュラチェーンってなんか生きてるみたいな表現が多くって、まあ、シュンが操ってないのに勝手に動いたり、まあ、ジャブが握ったら電流が走ったり、なんかすごいことになってましたよね。じゃあここで可動範囲を、これ頭部についてはちょっとこの後ろ髪の襟足のところがちょっとアーマーに当たっちゃって動かしづらいんですよね。で腕については、まあ、こんな感じで肩アーマーを上げれば結構動きますね。アーマーが軽装なんでだいたい素体の可動範囲と同じことはできますね。膝もこのぐらいまで曲がって、まあ、あと足首については、まあ、アーマーが当たるところまでは前後左右動かせるって感じですね。はい、ここでジャブに2度目の攻撃を受けてもらいましょう。手加減されてこのざまじゃお嬢様に格好がつくかって言ってます。ネビュラチェーンは真上が一番強固なんですよね。とどめを食らったジャブ、今日一番の痛そうな声出してましたね。まあ、この時沙織お嬢様はなんかお飲み物飲んでましたね。さあそしたら後半はオブジェ形態への感想いきますよ。分解したパーツを並べておきました。この辺がボディのパーツで、腕のパーツ類と足のアーマー類ですね。でオブジェのフレーム、今回はこれです。じゃあフレームちょっとばらしますが、まあ、今回は前足だけ外します。そしたらこの胸の部分にテコアーマーを一つずつ取り付けられるんですね。こっちが左側のアーマーです。でここ稼働させて今度胸アーマーをかぶせます。で元に戻して、そしたら今度腰アーマーいきましょう。これはお尻側から取り付けて、でジャブの時と同じようにここに前側のパーツを取り付ける。そしたら、まあ、このまま後ろ足いっちゃいましょうか。この足首取り外して、で腕アーマーなんですね。左側の腕アーマーをここに通して足首を元に戻す。反対側もこれは右側の腕アーマー、そして元に戻す。これ後ろ足は、まあ、ちょっと可動するようになってますが、まあ、立たせるときに位置を合わせられますね。で肩アーマー左側と右側をここに取り付けます。そしたら今度前足いきましょうか。足首を取り外して、で足に使ったアーマー類をジャブの時と同じようにこの順番で取り付けます。これ膝アーマーですね。で最後にすねの部分で足首を
取り付けて、これで完了。反対側もいきますね。太ももアーマーはめて、で膝アーマーで、左側のすねアーマー、これで前足が OK ですね。そしたらボディに取り付けますが、ここの部分ですね、元通りはめ込みます。両足つけたら、あとは頭ですね。このヘルメットを、ただかぶせるだけです。一応中にピンがありますので、位置を合わせてこれで OK。 はい、これでユニコーンのクロスオブジェ形態完成です。基本的に装着方法は以前のバージョンと同じですね。ただ僕、前のジャブ実はまだ未開封なんですよね。さあ、そんなわけで今回はセイントセイヤ第6話フェニックス地獄を見た戦士を見ながら、セイントクロスマイスユニコーンジャブを組み立てて遊んでみました。でもこのジャブのおかげで僕、アンドロメダシュンをかっこいいと思えるようになったんで、ジャブありがとうです。さあ、そろそろお別れですけども、今回も私、カニザキャンサーの守護星を持つロボラボ J がお送りさせていただきました。僕と一緒に楽しんでいただけましたでしょうか。もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録やグッドボタン押していただけますと励みになりますので、僕のコスモも高まりますので、よろしくお願いします。さて、次回はどんなおもちゃで遊びましょうかね。また次回の動画で皆さんとお会いできればと思います。それまでごきげんよう。ではまた。